皆さんこんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、久々に銀座に来ています。僕が今日訪れているのはこちらですね、プラステ東京店さんにお邪魔をしています。久々の撮影になるんですが、そろそろですね、本格的な春を迎えまして、皆さんも春服買いたいなだとか、春服はちょっともう揃って、ちょっと先の季節ですね、初夏に着るような服を探している方多いかなと思いますので、今日はこちらの店舗の中で大人の男性に似合うですね、お洋服をバッチとですね、皆さんにご紹介をしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。本当に久々な感じはするんですが、だいぶですね、春らしいお洋服が揃っていまして、色合いもですね、すごくこうパステルカラーのものもあったりだとか、明るいものも多いので、見てるだけで新鮮な気持ちになるんですが、この中でですね、大人世代に似合いやすいものですね、最近僕の動画の中では結構いろんな世代の方が見ていただいてまして、30代の方も結構プラステさん合うと思いますし、あとは40代の大人世代のですね、ベーシックなんだけどもトレンド感を抑えたところも非常に強いと思いますし、それ以上の世代の方にも響きやすいのがプラステさんだと思いますし、本当にパパ世代とかもね、来ていただきたいので、ぜひ皆さんにしっかりめに解説ができればなと思っています。はい、まずはこちらのゾーンから見ていきましょうか。この辺りは僕の結構大好物なですね、雰囲気のシャツアウターですね、揃っています。僕は結構こういった休日にですね、1枚何かこう T シャツだとかシャツの上にさらりと羽織るようなね、ものがすごく好きで、よく買ってるんですが、これは使いやすそうですね。春にも使えるし、もちろん初夏にも使えるので、内側次第で結構長い期間使うことができるのがこの辺りのシャツアウターなんですね。ちょっとこういったホワイト系のね、感じの色合いで、ちょっと上半身明るめにするのもすごくいいと思いますし、あとはちょっとこの辺りのグレーは僕の大好物の色合いなんですね。大人っぽくて、上品な雰囲気も漂うような、そういったアウターになっていますので、まずはちょっとこれから実際に羽織ってみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。もう抜群にかっこいいですね。これは個人的にも大好物な雰囲気かなと思います。ちょっとこうワークテイストのデザインのディティールになっているんですが、胸元にはですね、大きめのポケットが左右についてるんですね。通常のシャツに比べると、やっぱりこのポケットのディティールのおかげでちょっとアウターっぽい雰囲気になるので、このね、一つのアクセントが個人的にはすごく好みなんですね。で、生地も軽くて着やすいんですよ。素材はポリエステル使ってるんですけど、こちらの素材自体はトーレさんと小松マテーレさんですね、この2つの企業が共同で作っているということで、非常にですね、クオリティが高い素材なんですね。軽いし、洗濯なんかもしやすいというところで、非常にね、これ使いやすい素材感なので、かっこいいだけだとやっぱりこう日頃の手入れがしづらいところもあると思うんですが、そのあたりも含めてしっかりと使いやすいので、これから春からね、中ニットとか着ていただければ今時期寒くないと思いますし、もうちょっと季節が進めば、僕も今 T シャツですけども、こういった形で半袖の T シャツを合わせてもらえば長い時期使うことができるので、これは使い勝手いいと思いますね。僕が今着てるのはちょっとグレーっぽい色合いなんですけども、グレーの中にも少しこうグリーンっぽさを感じるような色合いで、結構ですね、この曖昧な雰囲気が大人っぽくて上品だなと思うので、これは抜群に着やすいかなと思いますね。ちなみに僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですけど、少し緩さを出したいので、こちら M サイズを着用してますが、皆さんもよかったらチェックしていただきたいなと思います。で、これはですね、展開数結構数もあるんですけど、僕はですね、グレーもいいし、シャープにね、ブラックでまとめるのもかっこいいと思いますね。セットアップで組むこともできるので、こういった形でブラックのパンツとね、合わせてもらってもすごくいいかなと思いますね。セットアップの良さっていうのは、もう着こなしが簡単なところなんですよね。あとは内側に T シャツを合わせるだとか、あとはシャツとかを合わせるだけで完成してしまうので、こういったブラック系でまとめるのもすごくいいと思いますね。そしてやっぱりこの春らしいね、ホワイト調の色合いも僕は結構アウターとしては使いやすいかなと思うので、これもちょっと着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。ほとんどホワイトに見えるような感じなんですが、表記上はライトグレーということで、ごくごくホワイトに近いような、そういったベージュになってるんですが、雰囲気いいですね。爽やかな感じが漂ってるのと、あとは表面にですね、ちょっとこういった自然なシワがあるので、これがですね、僕
は帰ってこなれて見えるので、すごくバランスがいいんじゃないのかなと思いますね。着こなし、こういったものって難しいって感じる方もいらっしゃるかなと思うんですが、基本的には内側にこういったホワイトとか明るいものを合わせてもらった方が使いやすいと思います。そして上半身明るめにして、こちらは結構同じようなトーンで、オリーブとかベージュっぽいもので合わせてますが、僕のようにブラック系のパンツでシャキッと引き締めると着こなし簡単なので結構使いやすいと思いますので、ちょっとこうブラック、ネイビー、グレーとかそのあたりのアウターを持っている方は明るいですね、こういった色味を持っていただくとかなりバリエーションが広がるかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。ちなみにこの同じ素材使ったボトムスですね、これもねすごい使い勝手良さそうなんですよね。素材自体軽くて風合いも良くて、ポリエステルの素材ってちょっと僕の中で懸念してるのは光沢感といいますか、安っぽい光沢感が出ることがあるんですが、そういったところがもう全くないので、この雰囲気はなかなか良さそうなんですよね。ちゃんとですね、表から見ると、通常のボトムスっぽいですねベルト周りになってるんですが、後ろはこういったゴムが入ってるので着脱もしやすいですし、いろんなウエストの方に合いやすいというところで、あとはタックが入っていて今っぽいシルエットっていうところで、これも使いやすそうなので履いてみたいと思います。はい、実際にボトムス履いてみましたがいかがでしょうか。かなりこれは使いやすい一本かなと思います。僕もブラック系のパンツはいろいろと持っているんですが、その中でも全体的にバランスが取れている一本なので、これは大人世代にも使いやすいんじゃないのかなと思います。ベーシックなテーパード系のパンツを持っている方も、ちょっとこう今のトレンド感を取り入れたようなワイド感を出したい方もいらっしゃると思うんですね。ただワイドすぎてもこれまた大人世代には使いづらかったりだとか違和感あると思うんですね。ですがこちらは腰周りにはタックが入っているんですね。なのでちょっとゆとりは出してあるんですが、膝から下にかけてテーパードをかけていまして、徐々に細くなっていくようなシルエットになっています。なので程よいゆとりは設計されているんだけども、ちゃんと大人っぽさっていうところも損なわないバランスなので、これは仕上がりがいいかなと思いますね。通常のですねブラック系のパンツから少し変化を持たせるにはすごく便利かなと思いますね。で腰はですね、ちゃんとこのように後ろから見るとですねゴムが入っているのでウエストの調整もしやすいですし、あとは前もですねこのドローコードですね、これついているのでしっかりとウエスト周りもね締めることができるので、僕もウエストが合わないもの多かったりするんですが、そのあたりも安心して履けるような仕様になってるんですね。素材も軽くてすごく使いやすいですし、これは1本あるとかなり重宝するかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。色もですね、ブラックがあって、あとはこういったオリーブとベージュ混ざったような色合いもすごくいいと思いますし、あとはこちらのねライトベージュですね、これもねすごく色合い良くて、上半身にちょっとこう暗い色ですね、先ほどご紹介したようなこういったダークグレーとかを持ってきた時にはすごくこうコントラストがつくのでバランスがいいかなと思うので、これも1本あると便利かもしれないですね。かなりシルエットも含めて大人世代に使いやすいような今っぽいボトムスに仕上がっているので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。じゃあ続いてこちらのゾーンに行ってみましょうかね。カジュアルなものから少しこう綺麗めな感じといいますか、ビジネスでも使えるようなアイテムがこちらは多いんですけども、例えばこのようなニットポロですね、これもねすごく使いやすいんですよね。意外とニットポロって僕は大人の着こなしにとってはもうマストであった方がいいアイテムだと思ってるんですけど、ちょうどいいものが見つかりづらいんですよ。なのでこのニットポロはすごく上品な質感だし、シルエットもジャストサイズから少しゆとりを持たせてぐらいですごくバランスがいいので、1枚で着ても様に見えますし、あとはもうこのジャケットとかの内側に着てもかっこいいと思うので、これもねすごく仕上がり良さそうですね。カラー展開が、ホワイトとちょっとベージュっぽい色とブラックですね。はい、このブラックがねシャープでかっこよくて大人世代にもマストなので、ちょっとこちらも後ほど着てみたいと思います。そして気になるのはこちらのジャケットなんですよね。これ、ベーシックなグレー系のジャケットに見えるんですが、よく見ていただくと素材にこうリネンも使われているので微光沢があってペタッとした見え方ではなくて、少しこう動きのあるような質感になっているんですね。このあたりがすごくねバランス良くて、すでにネイビーだとかブラックのジャケットセットアップ持っている方でも違いが出るかなと思うので、これはなかなか良さそうですね。ちょっと実際に着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。せっかくなので、セットアッ
ップでですね着てみたわけなんですが、かなりですねシャープな雰囲気になるかなと思います。まあ、グレー系の中でもちょっとこう色の混じりがあったりだとか、シャンブレっぽいような風合いも楽しめるので、なかなか雰囲気いいんじゃないですかね。まあ、リネンの入ったジャケットって結構シワになりやすいようなイメージもあるかなと思うんですが、そのあたりも結構ですねしっかりとできていて、シワにもそこまでなりづらいので、結構日常的にも使えますし、ビジネスでも全然使えるかなと思うんですね。個人的にはこのような素材感であれば、内側は丸首のニットなんかを合わせていただくとすごくバランスがいいかなと思います。まあ、今はですね春なので丸首のニットでいいと思いますし、もうちょっと季節が進んだら T シャツを合わせるような形でバリエーション組んでいただければいいと思うので、これは使いやすそうですね。まあ、グレーの中でもすごくこう都会的でシャープなグレーということで、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいアイテムかなと思います。ちなみに内側に着てるこちらのニットなんですけども、隣ですねこちらの島にあるんですが、このニットも結構使いやすいんですよね。今僕が着てるのはこちらのベージュになるんですけども、このね色味もまたすごく良くて、まあ、ベージュの中でも明るめの色合いになっていまして、柔らかさも出るんですが、あの春らしい雰囲気ですごくいいですね。まあ、秋冬のベージュだともうちょっとコクの深いようなベージュになってくるんですが、春夏っぽいベージュのカラーになってまして、すごくねグレーのセットアップの内側としても使いやすいかなと思いますね。そして、まあ、さらにこう白 T 感覚で着たいのであれば、この辺りのニットもね使いやすいですよね。厚みもちょうどですね中肉厚で、まあ、そこまで厚すぎないってとこですかね。 T シャツよりもしっかりと厚さがあるので、体のラインも拾いづらいですし、シルエットも含めてタイトというよりは少しだけゆとりも取ってあるので、その辺りも大人世代にはすごく嬉しいポイントかなと思います。あとは襟元ですね、ここが大きく開きすぎてしまうとなかなかだらしなく見えてしまうんですが、ちゃんと大人見えするようなジャケットの内側に持ってきてもいいようなバランスになっているので、そのあたりもポイントになってきますね。で、半袖のニットなんですよ。これは本当に使いやすくて、ジャケットのインナーとして使っていただいたりだとか、あと先ほどのライトのアウターですね、そういったこうシャツアウターの内側なんかにも使えるので、これは1枚あるとすごく便利かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。で、ちなみに今着てる半袖のニットもあるんですけども、もうちょっとスポーティーな雰囲気で着るのであれば、向かい側にちょっと見ていただきたいんですが、このあたりもまた雰囲気いいんですよね。ホールガーメントで仕上げているですねニットなんですが、このあたりも着心地もいいですし、先ほどのニットに比べるともうちょっとカジュアル寄りで、さらりとですね1枚で着てもらってもバランスがいいようなニットになってるんですね。このあたりもですねリブ使いも含めて、なかなかカジュアル感があっていいんじゃないのかなと思いますね。ニットの T シャツっていうのはどう使うかによってシルエット変えてあげるといいと思うんですが、このあたりは内側に着るとすごくいいシリーズかなと思うんですが、こちらは主役として着ていただくとすごくまたバランスがいいようなニットになってるかなと思います。カラー展開も豊富で、こういったグレー系もシャープでかっこいいですよね。このあたりちょっとホワイト系のパンツ合わせてもいいと思いますし、結構ねデニムスラックスみたいなもので合わせてもいいかなと思いますね。他にはちょっとこう綺麗なブルーですね、このあたりも素敵じゃないですか。1枚で着てパッと華やかな印象にもなりますし、ブルーっていうのは大人の男性にもね似合いやすい色なので、こういったカラーでちょっとこうバリエーションを作ってもらうのもいいと思いますね。まあ、このような半袖ニットもあるので、まあ、それぞれ使い分けていただくのも良さそうな気がします。そしてその横にはですね、ちょっと早い感じもするんですが、結構5月ぐらいになるとあったかい日だったら、僕はもう半袖シャツなんかも着ても全然いいかなと思うんですね。半袖のオープンカラーシャツ、やっぱりこのあたりも使い勝手は抜群にいいですね。で、先ほどと同じですねプレシャスドライの素材感使ってるので、質感すごくいいですし、表面にはややシワが入っていて、このあたりのこなれ感っていうところもすごくいいと思いますね。まあ、定番で言ったらやっぱりネイビー、これも間違いがないところなんですが、個人的にはちょっとこういったグリーン系で華やかな感じにするのもなかなか夏だからこそいいんじゃないのかなと思いますね。こういった色もいいと思いますし、あとはここまでいかなくても、このなんでしょうねブルー系の色合いですかね、表記はまあブルーなんですけど、この色合いも使いやすいと思いますね。ネイビーベーシックで同じこうブルー系なんですけど明るい色、これなんかは大人世代間違いなく似合うので、ちょっとこちらを着てみたいと思います。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか。この色はもう抜群にかっこいいですね。僕もですねこれはちょっと感動レベルにハマりがいいなと思いましたね。結構オープンカラーシャツって定番的でいろんなお店にあるんですけども、まあ、そのベースのデザインは変えずに、あとは素材の違いで質感をちゃんとこう違いを出していくっていうところと、やっぱり色ですよね、ここは大きな違いが出るところかなと思いますね。このブルーっていうのはやっぱり他では見ないようなすごく爽やか
かで大人っぽくて、だけども差し色として効くような色なので、めちゃくちゃいいなと思いましたね。着こなしはもう白 T 着てブラックのパンツ、先ほどのねプラステさんのパンツ合わせてますが、そういった形で合わせていただければもう本当にバランスよく仕上がるかなと思うので、これは最高じゃないですか。まあぜひですね、大人世代、おしゃれなパパの方にもですね結構似合いやすいアイテムかなと思うので、チェックしていただきたいなと思っています。はい、じゃあ続いてですね、どちら見ていきましょうかね。あとはこの内側に着るものとして、もちろんこの半袖のニットみたいな選択肢もこちらあるんですね。ですが、まあ、もうちょっと季節進むと中 T シャツがいいかなと思うんですね。そうなるとこちらの向かい側にあるですね T シャツですね、このあたりが使い勝手いいんじゃないのかなと思いますね。まあ、シンプルな白 T でも、例えばこのシリーズって面白くて、裾がですねちょっとこうラウンドしてあるんですね。なので結構1枚で着ても様になるような見え方になってきますし、あとは表面も微光沢があって、すごくですねカジュアルなアイテムではあるんですけども、大人っぽくきれいめするような質感なので、これは白 T でもすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。で、裾がラウンドしてあるタイプと、あとは通常のパターンがありまして、例えばこちらですね、まあ、ネイビーのカーディガンと重ね着してありますが、こちらは通常の裾になってまして、サイドスリットが入っているという感じで、横から見た感じもバランスがいいので、これしかもポケット T シャツですね、ポケティになっているのですごくバランスがいいですね。ちょっと見えやすいように1枚ちょっと手に取りたいなと思うんですが、カラー展開も豊富で、個人的にはこのちょっと淡いグリーンといいますか、このあたりがすごくバランスいいなと思うんですね。例えば先ほどネイビーのですねオープンカラーシャツご紹介しましたが、ネイビーの時には内側ちょっとこのような華やかな色を持ってくることで、少しアクセントを作ってもらうのもいいと思います。そして一方でこちらの着てるもの自体が割とこう綺麗な色であれば、内側はもうシンプルに白なんかで合わせてもらって、その部分でちょっと楽しさを出してもらうのもいいかなと思いますね。この色合いもなかなかありそうでない色です。品があって、あとはジャケットの内側なんかにも映えそうなので、1枚持っておくと非常に便利なのかなと思いますね。まさしくこのようなカーディガンで合わせるのもバランスいいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。そしてまあラスト、こっちの方ですね、スポーティーなアイテムもですね結構プラステさん強くて、そのあたりも充実してるんですね。例えばこのあたりのですね MA1、 これもまた雰囲気いいですね。タンタケ系のアウターってカジュアルな印象に見えがちで、特に MA1 っていうのはちょっとミリタリー調の雰囲気で、なかなか大人の男性が着るとガチすぎるようなイメージを持っている方いらっしゃると思うんですが、これはもうデザイン的にすごくミニマルな雰囲気で、ポケットなんかも基本的にはなくて、すごく使いやすいような雰囲気になってますね。で、色の感じもですねちょっとこうグレー系なんですが、微光沢があって、このような形でバンドカラーのシャツとか合わせながら大人っぽくでもスポーティーに着るっていうのはなかなかバランスが良さそうですね。そしてこのあたりのフードジャケット、まあブルゾンタイプのものですね。これもねライトベージュですかね、この色合いもすごくいいですし、あとは質感ですね、このあたりも微光沢があってすごくバランスがいいので、ちょっとこちらも着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたが、いかがでしょうか。これも品があってすごくいいですね。素材にはディクロスを使っていまして、このあたり高密度にね結構織り込んであるので、水も弾いてくれますし、すごくね機能的にもいいんですが、やっぱり見え方としてスポーツブランドとかのまたアウターとは違っていて、ブランドのロゴも入ってないですし、シルエットも少しゆとりを持たせているので、このあたりが今っぽいんですよね。都会的で普段持っているこう切れ目のアイテムの中に使うにはすごくいいようなアイテムなので、ぜひ皆さんもこちらチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では銀座のですねプラステ東京店さんにお邪魔をしまして、春から初夏にかけて活躍するようなお洋服をですねいっぱいご紹介してたらですねギリギリの時間になってしまいました。まあ本当に魅力的なアイテムが多くて、まあ毎回来るたびにですね使い勝手いいなというのを実感してるんですね。お店のですねアイテム数としてはものすごくたくさんあるというわけではないんですが、ここに来れば失敗のないようなアイテムがしっかりと揃うので、大人世代にはすごく頼りになってくれるようなブランドかなと思います。まあ、30代の方、40代以降の方もすごく使いやすくて、ベーシックプラスアルファのアイテムがしっかりと揃うので、ぜひ皆さんも店舗に足を運んでみたいですとか、あとはオンラインで商品もチェックをしていただければなと思っています。ということで以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。